違うな、はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは、今日はですね、田中ラオさんとお台場に来ております。お台場です。はい、お台場のザ・ソーホというね、施設に来ております、はい、それはまた別の動画で紹介しますが、ここのオフィスの見学をラオさんとしました、はい、入り口を取ったりとかですね、ランチをしたり屋上のロケーションを楽しんだりしてたんですが、なんとですね、ラオさん創作意欲が湧いたということにしてるんですよ。キラキラしていいロケーションで、はい、なんと絵を描いてくれるということで、私がね、いろいろインタビューをしながら、はい、その間に絵を1枚描き切るということで、はい、お題は何でしょうか。お題、はい、お題はフッチーの顔です。ありがとうございます、はい、そんなすごいラオさんの、イラスト、一部始終を見ていただきたいと思いますので、そうですね、楽しみにしてください。よろしくお願いします。じゃあラオさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あんまりこう似顔絵を描いてもらうことが少ないので、はい、どういう感じで構えてればいいですか。私はですね、はい、人の顔を描くときは表情とかっていうのが結構大事なんですよ、なのでなるべく僕が描きやすかったり、その相手らしさが出てる表情っていうのを描きたいので、うん、はい、まあフッチの場合はやっぱ笑ってる顔とかがいいのかなと思うんで、うん、今すごい映り方をしてますけどこうですね。まあなるべくお話しながらなんですけど、はい、お気持ちちょっと笑顔を意識しながら、ね、はい、こちらを見ていていただけると描きやすいかもしれないですね。ありがとうございます、まあ、笑えって言われたら笑えづらいですよ。その辺をなんか会話でうまいこと、はい、そうですね、できるように頑張ります。お願いします。じゃあ早速描いていきますね、はい。世界一になったのが、確か2004年ですかね、はい、2004年大会ですよね。そうです、2014年ですね。あ、2014年ですね、はい、そうそう、2004年だったら何年前、16年前になっちゃいますもんね。そう、2004年に世界大会に挑戦しようと思った経緯って何ですか。はい、もともとカリカチャの世界チャンピオンになるためにそのカリカチャ自体を始めてたんで。あ、じゃあもう、はい、カリカチャをやろうとしたきっかけが世界チャンピオンになるぞと。そうです、そうです。すごいスタートですね。そうですね。へえ、でそれが叶ったわけですもんね。はい、で2014年っていうと絵を描き出して何年後ぐらいですか。20歳ですね。8年くらいですね。8年で世界を取ると、はい、素晴らしいですね。頑張りました。世界一になるってどんな気持ちなんですか。世界一になった時はもうほんとただほっとしただけっていうか、結構追い込まれてたんですよね、状況的に。その優勝した年はその年に優勝しなかったらもう世界大会二度と参加できないかもしれないっていう状況だったんですよね。もう崖っぷちだったわけですね。そうなんですよ、ラストチャレンジ。そうです、そうです。なのでもう1年くらい前から来年絶対優勝するっていうふうに宣言して、割と自分を追い込んでいったような感じですね。そうで、今は画家として、はい、本当に目まぐるしいですよね、もうここ2、3年前ぐらいからもう画家としての作品を作り続けてらっしゃるなという印象なんですけども。そうですね。画家の方向に進むきっかけっていうのは何だったんですか。もともとそのカリカチャーとか似顔絵を描いてた時期に、お客さんが喜んでくれるかどうかっていうのにすごく気を使って描いてたので、だんだんなんか自分が描きたい絵っていうよりはこのお客さんが喜ぶかどうかっていうのだけに集中するようになってて。ただ小さい子供が絵描くときって、まあ、親に褒めてほしいとかあるかもしれないですけど、はい、基本的にはやっぱ自分が描きたいから描いてるだけだと思うんですよね。描いてて楽しいからとか、で絵って割と本来そういうもんなんじゃないかなと思ってて。そう、なんか自分のために描く絵も持ってないと、はい、結構今後の人生きついなって思い始めて。そうか。で本来 の, その純粋に 絵描いていて楽しいとか自分が描きたいっていうのをそのカリカチュアとか似顔絵の合間に描くようになったんで
ですよね。それが動物の自分がかっこいいと思う動物の絵だったり。動物の絵、ガオさんの動物の絵、本当に生き生きしてますもんね。やっぱり描きたいくて描いてるだけっていう感じでしたね。本当にそうですね。あの似顔絵だと必ず相手がいて、まあ、相手のやっぱ気持ちを組むところもどうしても考えなきゃいけないんですけども。そうですね。動物とかね、そういった画家としての絵っていうのは本当にこうご自身が表現したいものをそのまま描き写せるのかなと。そうですね、おっしゃる通り。じゃあ今のラオさんの、画家としての絵は本当にラオさんのもう描きたいもの、表現したいものを写してあると。そうですね、いいわけですね、はい、ぜひこれは見物ですね。そっちも見てほしいですね。ラオさんのその画家としての絵はどこに行ったら見れるんですか？個展とかグループ展とかっていうのは結構ちょいちょいやってるんで、そういうところで原画は見れます。あのウェブ上でも、はい、その画像では見れるんですけど、あ、そうか、ウェブ上でも作品出してらっしゃいますね。じゃあ、個展は期間限定だと思いますが、ぜひ皆さん、あの個展の情報は常にチェックしていただいてですね、ぜひ生で見ていただくのがいいですね。そうですね。色塗り、私はあの昔ね、やっぱ絵を描くのもちょっと好きな時期がありまして、はい、物を描くのをたくさんやってたんですけど、色塗るのがすごく苦手だったんですよ。僕もです。あ、そうなんですか。はい、へえ。日本はそういう人多いみたいですよ。あ、じゃあ輪郭とか、はい、あの線で描くのはできるけど、はい、色まですると全然ちょっとできない。そうなんですよ。一説にはやっぱり漫画が白黒じゃないですか、ね。はい、ああ、はいはいはい。アメコミってカラーじゃないですか。アメコミカラーですね。だから小さい子がその漫画のキャラクターとか真似して描くときに、やっぱり海外の人の方がアメコミとかの影響で色付きのイラストを描く。なるほど。多いからっていうふうにも。あ、それはそれはすごくしっくりくる説ですね。こんな感じで。はい、あ、できました。はい、あ、楽しみだな。なんかすごい可愛い感じなんです、ね。はい、こんな感じ。おお、ありがとうございます。可愛い可愛い可愛い。いいですね。あ、こんな感じでできました。ありがとうございます。操作していただきます。こんな感じで描いていただきました。ラオさん、ありがとうございます。可愛い感じですね。可愛い感じに、なんかこのヒゲの感じとかは描かずに。あ、そうかそうか、ヒゲちょっとね、多少。ありがとうございます。ちょっと、刃もちょっと見えてる感じがいいですね。あ、そうですね。その口の形が結構特徴的だなと思いますね。あ、この辺のね、こう悪い感じ、嬉しいな。今はね、めったにイラストは描いてないのかなと。そうですね、ネット注文で、昔からやってるお客さんとかは、はいはい、結構まだ描かせてもらったりしてますけどね。次はまたね、画家としてのラオさんも取材させていただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。ぜひぜひ、はい、ありがとうございました。